友モフチは、木の国長郡にあった荘園。カンナ5年には、岩清水、八幡田偶として成立しており、友モフチソと称せられていた。延久の荘園制リレーでも、水田13町180歩が承認されて、延久4年に、大城官長が交付されている。友モフチの名称の書室は、方言3年のことである。安定2年に、岩清水、 八幡宮から地元に設けられた友淵八幡神社に、神輿が送られ、これが国宝とされている。ところが、現行3年になって、五代醐天皇が、突如、高野山金剛法寺が出した、御主院演技の内容を認めて、高野山周辺の多量を没収してすべて、金剛法寺の一円支配とする直祭を下したために、岩清水、ヤワタは一夜にしてトモフを失って、 金剛ポージの一円小円とされた。だが、それは、その直前から激化していたゲストも淵氏と、新人、百姓の夫役をめぐる衝突を激化させることになった。ゲスト百姓の対立は加減、昭和期、上和、官能期、応援期と三度にわたって繰り返され、百姓側は、八人百姓と呼ばれる有力者を、中心とした層を編成して、金剛ポージに、 ゲスラ現地の召喚の比例、秘宝を訴えては、調査や武装闘争などを繰り返した。今後ポージは、百姓の要求を受け入れつつも、ゲスの支配を引き続き認めてきたが、ゲスである友淵氏が百姓に対抗するために守護、畑山氏の悲観になったことが今後ポージの怒りを招き、欧米32年に、友淵氏は追放されて、ゲス、公文は、 剛ポ法事の工人法が務めることになった。象徴元年、剛ポ法事は大建中を実施して、水田41丁5段余りが登録された。その後、ゲス、公文は、剛ポ法事とゆかりの深いニューズ姫神社の山伏に譲られたが、剛ポ法事によるとも不地層の支配そのものは、対抗検知まで維持されていた。ありがとうございます。